インゲビョルグホーコンスダッテル、または、インゲボルグは、ノルウェー王女。スウェーデンのセーデルマンランド公エリクの日となり、息子マグヌス4世が若年の間、ノルウェー及び、スウェーデンの摂政を務めた。1318年から1319年の間、インゲビョルグは事実上のスウェーデンの支配者であり、1319年から1326年までは、スウェーデンで、 最初の女性の殺生となった。インゲビオルグは、ノルウェー王奉公母性とエウフェミア・フォン・リューゲンの間に生まれた唯一の着室の娘であった。子供の頃に、インゲビオルグは、スウェーデンをビルイエルのシシマグヌスと婚約した。しかしその後すぐに、この婚約は、政治的理由により、破談となり、代わりに千三百五年にビルイエルの弟、 セーデルマンランド公エリクと婚約した。1312年、インゲビョルグとエリクはオスロで結婚した。その時、インゲビョルグのいとこインゲボルグエリクスダッテルも、エリクの弟、フィンランド公バルデマールと結婚した。結婚式において、母エウフェミアは翻訳されたばかりの死を発表した。エリクとインゲビョルグの間には西が生まれた。 1317年12月、夫エリクとその弟、バルデマールが囚われ、インゲビョルグと、いとこで義前のインゲボルグは夫らの支持者グループの指導者となった。1318年4月16日、二人の皇妃は、夫らを自由にするまでは、スウェーデン王、ビルイエルとデンマークが和平を結ばないよう、カルマルにおいて、ハルダンドイコールサムコークリストファー及び、 ルンド大司教エスガー・ユルと和平を結び、約束した見返りは夫らの名において、必ず履行すると約束した。しかし同年、エリク及びバルデマールの死が確認された。インゲビョルグの印象1319年にインゲビョルグの七宝根五世が死去した時、3歳であった息子、マグヌスは母、インゲビョルグから譲られた権利により、ノルウェー王位の即位を宣言した。インゲビョルグは、 正式に、ノルウェーにおける、マグノスの摂政として認められた。その後まもなく、スウェーデン貴族がビル・イエルを排位し、マグノスを、スウェーデン王位に選出し、インゲビョルグを、スウェーデンの摂政とし、スウェーデン政府における議席及び投票権と、インガボーグ、バイザグレース・オブ・ゴット、ドーター・オブ・ハーコン、ダッチェス・イン・ザ・キングダム・オブ・スウェーデンの称号を与えた。インゲビョルグは、 バールベリの居城に自身の宮廷を設けた。殺害された夫エリクとバルデマール及び息子マグノスの多い請求権を支持したスウェーデン貴族への報酬のためにインゲ・ビョルグは自身の印象をつけて単独で文書を発行しており、彼らが自分たちの利益のためにインゲ・ビョルグを利用していたことが1318年から1321年までの手紙により伺える。 セ生団におけるインゲビョルグの立場がどのようであったかは文献から詳しく伺い知ることはできない。インゲビョルグの支持者、マッツケ・ティルムソンが二人の公妃、インゲビョルグ及びイトコ・インゲボルグと共にセ生団を仕切っていた。すでにノルウェー王であったマグヌスはインゲビョルグの前でノルウェー評議会の承認を得てスウェーデン王に選ばれた。インゲビョルグただ一人が スウェーデンとノルウェーの両方の摂政団及び、評議会に席が与えられていた。また、インゲビョルグは、自治権を持つ、自身の領地やその戦略的位置のため広大な領地を支配する多くの城を公妃として支配した。インゲビョルグの宮廷での立場は明確にされていなかった。彼女は王の母であったが、戦王の妃ではなかった。インゲビョルグは、 スウェーデンやノルウェーの評議会に図らずに政治を行い、自身の望みのために王の印象を用いたために非難された。1320年10月1日、インゲビョルグは息子に代わってリガを借金から解放した。また、自身の支持者に多くの寄贈を行った。クヌート・ポルセは夫の支持者の一人であったが、バールベリの総督に任命された。インゲビョルグは 若い外国人の取り巻きに囲まれており、彼らは政治にも関与していたと見られるが、その中でもクヌートは最も知られた人物であった。1321年4月12日に、スウェーデン評議会は、インゲビョルグの領地における外国人の犯罪や騒乱の噂に関しノルウェー評議会からの苦情を受けた後、インゲビョルグに若い外国人よりも、評議会の老練な人々の意見を聞く。 よう忠告するように、ノルウェー評議会に伝えた。スウェーデン評議会においては、外国人の関与を禁じる法律が制定された。インゲビョルグとクヌートは、デンマーク領のスコーネ地方をインゲビョルグの領地としようと考えた。1321年、インゲビョルグは娘エウフェミアとメクレンブルク公、アルブレヒト2世の結婚を決めた。この結婚は、メクレンブルク、ザクセン。 ホルシュタイン、レンズブルク及びシュレースビヒがインゲビョルグのスコーネ征服に協力するという条件で決められたものであった。しかし、これはノルウェー評議会では承認されたが、スウェーデン評議会では承認されなかった。侵略資金の調達のため、スウェーデン及びノルウェーにおける自由貿易を担保として、シュトラールズントから融資を受けた。 1322年から1323年にかけて、クヌートが指揮するインゲビオルグの軍がスコーネを占領した時、メクレンブルクが裏切り同盟は破れた。1322年、インゲビオルグとスウェーデン評議会との間の対立が表面化した。評議会は、全会一致の承認がない限りインゲビオルグの命令は受け入れないという合意を交わし、従って、 個々の評議会メンバーとインゲビョルグが交わした合意についてはべて無効となった。1323年、インゲビョルグはこの合意を受け入れざるを得なくなり、領有していた城と領地のいくつかを放棄した。1323年2月20日、ノルウェー評議会もインゲビョルグに反旗を翻した。インゲビョルグは デンマークとの和平を破棄するため王の印象を乱用したことを非難され、摂政団の長から外された。1323年以降、インゲビョルグの権力は、評議会の投票で認められた範囲に限られ、実際にはインゲビョルグを権力の座から退かせた。1326年2月14日、インゲビョルグの借金を支払う代わりに、インゲビョルグは、 領地の一部を手放して、クヌートを追放せざるを得なくなり、スウェーデン摂政団におけるすべての政治的権限を剥奪された。しかし、ノルウェー摂政団に関しては、1327年6月14日に、結ばれたノルウェーと南ユトランドとの間の和平条約にインゲビョルグの署名が必要であった。インゲビョルグは1327年に愛人であった、クヌート・ポルセと結婚した。 クヌートがハルダンド皇となりインゲビョルグの相続財産の領有を許された時点でスウェーデンもそして次第にノルウェーもこの結婚を理由としてインゲビョルグの政治権力の利用を禁じるようになったこの結婚の年にインゲビョルグはノルウェー摂政団においても権力の座から退くことになったクヌートは1329年にエストニア公となったが 翌1330年にクヌートは死去した。二人の息子は共にハランド公となった。マグノス四世は1332年に青年に達し、同年にインゲビョルグはスコーネにおけるスウェーデンの優位性を確実なものとした。二度目の夫クヌートが死去した後、インゲビョルグは再び息子の知性下で重要な立場についたが、どの程度息子に影響を与えたかは不明である。 1336年、ストックホルムで行われる息子マグヌス4世と、その王妃の戴冠式のために訪れた娘ウフェミアと、その夫メクレンブルクコアルブレヒト2世、ザクセンビッテンベルクコルドルフ1世及び、ホルシュタイン伯ハ,ハインリヒ2世を出迎えた。1341年、インゲビョルグ及び、ホルシュタイン伯ハ,ハインリヒ2世とニコラウスは、シュレースビヒコバルデマー5世と、 オルシュタイン・キール・ハクヨハン3世及びハンザ同盟と戦うため、デンマークへ向かった。インゲビョルグはこの時デンマークのカロンボウにおり、そこで、デンマーク王バルデマー4世に攻撃された。2年にわたり、衝突と和平が繰り返された後、バルデマー4世との問題は解決したが、バルデマー4世は、コッペンハー現状を取り戻した。マグノス4世はバルデマー4世に対し、 和平条約において、インゲビョルグと約束したことを守るよう伝え、和平を結んだ。1350年、インゲビョルグは、クヌートとの間の息子からハランド行為を継承した。セーデルマンランド公エリックとの間に西を設けた。ハランド公クヌートとの間に西を設けた。ありがとうございます。